皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、私のお気に入りリップたちを紹介していこうと思います。はい、まあ私はリップが大好きで、メイクのパーツの中でも何が好きって言われたら、まあリップですねって答えちゃうぐらいには本当にリップをいろいろ持っていたりとか、こだわりたいパーツではあるんですけど、そんな私の最近のお気に入りのリップたちをまとめてドドンと紹介していこうかなって思います。やっぱり結構みんなからも好評だったりとかするリップたちが多いので、このリップどこのですかって質問もらうことも多いリップたちなので、ぜひぜひ参考になったら嬉しいなと思います。全部で今回は10個選びました。同じリップの種類とかでのカラーの違いとかもあったりとかはするんですけど、比較のね参考とかにもしていただけたら嬉しいかなと思います。結構たくさんあるので見応えはあるかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、では早速紹介していこうと思うんですが、まず一つ目がですね、これはツヤ系のねリップなんですけど、じゃじゃん、こちらのロム&のグラスティングカラーグロスの02番と06番です。同じリップの種類なので、ちょっと一緒にね、紹介しようかなと思うんですけど、このリップは、まあ、持ってる方も多いと思います。私の友達でも結構使ってる方多いし、とても有名なリップかなとは思うんですが、中でも私はこの02番と06番が気に入ってます。実際につけていきますね。じゃ、まず、薄めのカラーの02番からつけていきます。これね、私最近もめっちゃ使ってます。結構、これつけてるとどこのですかっていう風に質問もらったりするんですけど、こんな感じ、もう塗った瞬間からわかります、もうプルーンみたいな、とっても綺麗なツヤ感で、本当にこのリップは縦じわをね消してくれると言ってもいいぐらいのレベルで、チュルンっていう超うるっとしたリップになります。どうですか、これめっちゃ可愛くない？本当にこのリップはもう仕上がりが大好きで、もう私が今回紹介していくリップの中でもツヤの綺麗さで言うと、もう本当トップレベルな感じで大好きです。私は全然これ1本でもつけたりとかはするんですけど、やっぱり少し血色感は控えめかなっていう風に思うので、なんかもしもう少し血色感欲しいな、顔色ちょっと悪く見えちゃうなっていう方は、下になんか他のリップ重ねたりとかして、その上からこれをつける感じ、本当にまあグロス感覚でツヤ感を出すっていう意味でつけていくのもありかなって思えるぐらい、結構割とヌード目のリップです。まあただこれがね可愛いんですよね。なんかやっぱりベージュ系のリップ挑戦したいけど、マットだとどうしても角度によっての変化だったりとかも少ないので、やっぱり少しなんだろう、顔色が悪く見えやすいと思うんですよね。だからまあこういうヌーディー系のリップをつけたい方は、なんかツヤ感のあるリップを使うのも私個人的にはありかなって思います。では続いて06番を塗っていきたいと思います。このカラーはさっきのよりもちょっと濃いめなカラーなんですけど、これもまあなんだろう、ブラウン系、ベージュ系というか、ちょっとくすみ感のある感じのカラーです。これも可愛いんだよね。さっきのよりも色がある感じがあるので、血色感っていう面でいくと出やすいかなと思うんですけど、こんな感じです。可愛い、これも本当に。これはもう本当なんだろう、デイリーに使いやすいというか、間違いない感じの色かなと思います。すごい好きです。割とまあブラウン味が強いかなって個人的には思うんですけど、その中にもしっかりとこのピンクの感じというか、血色がねしっかり出てくれるような色味になっていて、この絶妙なカラーがすごく可愛いなと思ってます。でもこのリップは仕上がり的にはすごく私は好きなんですけど、やっぱりティントとかってわけではないので、色持ちはあまりないっていう風に考えた方がいいかなと思います。だからまあお出かけしていて何度も何度もこう塗り直すっていう、その手間は割とこのねリップはあるかなっていう気はするんですが、それでもつけたくなる感じで、逆に言っちゃえば1回目につけた時のカラーと何回も塗り直した後のカラーがそこまで大差がないっていう風に捉えると割とポジティブかなと思うんですけど、なんか結構リップって使ってて思うのが、何度も何度も塗り重ねていくとどんどん色が変わっていっちゃう感じがして、最初朝準備してるメイクした時のこのカラーと実際出かけて時間が経った後のカラーってなんかちょっと違う感じがするリップもあるんですけど、これはそういうことが少ないかなって比較的思うので、そこはいい点かなっていう風には思ってます。はい、では続いて紹介したいのがじゃじゃん、こちらです。ロードのペプチドリップティントのリボンとトーストっていうカラーでございます。これはですね、ヘイリーがプロデュースしているロードスキンっていう
まあ、スキンケアブランドなのかな、スキンケアだったりとかこういうちょっとポイントメイクとかも出したりしてるんですけど、そこのねリップで、まあ、結構有名なリップかなと思います。これ専用の差し込み口がついた iPhone ケースとかもあったりするんですけど、このペプチドリップカラーがないやつもあるんですが、私はこのカラー付きのものを持っていて、4色セットで発売された時があったんですけど、そのセットがどうしても欲しくって、でロードって日本に発送してないんですよね。アメリカとイギリスと他どっかあったっけな、なんかそこら辺のところしか発送してないっぽくて、公式のねところではゲットできなかったんですけど、どうしても欲しかったのでバイまでもう多分ありえない価格でそれでも欲しいと思ってゲットしました。ちなみにあと2色あるんですけど、1色はちょっと私あんま使ってないカラーなんですが、もう1色エスプレッソっていう結構暗めの本当にブラウンみたいな濃いカラーがあって、それもまあたまに使ってたりとかしたんですけど、どっかに落としてきました。もう最悪でしょなかなか手に入らないお気に入りのものをさ、どっかに落としてきちゃって本当にショックだったんですけど、まあでもこの2つが私は割とつけることが多くてとても気に入っているカラーなので、今から塗っていこうかなと思います。じゃあまずはこっちのリボンから塗っていきます。このリップもなんかグロス的な感じでツヤっぽい仕上がりになるんですけど、こういった感じね、塗るとこういう感じの発色で、結構これは薄めっていうかあんまり発色っていう感じのものではないんですが、すごくナチュラルに色をつけてくれて、すっぴんの時とかでも使いやすいかなって個人的には思ってます。ちょっとこのベイビーピンクな感じが可愛くないですか。これも割と仕上がりは本当にチュルンっていう感じで、さっきのロマンドと少し似てるかなと思うんですけど、縦じわもしっかりとカバーしてくれるような感じになってます。でこのロードのねペプチドリップはほんのりなんか甘い感じっていうか、香りは強くないんだけど、ちょっとこう舐めちゃった時になんか若干甘いような感じのテイスティングになってます。さっきのこのロム&の02番よりもちょっとピンク味が強いっていうか、可愛らしい感じの色味になっているので、よりなんかベイビー感というかラブリーなリップメイクができるかなと思います。でパッケージもねこれ本当に可愛くて好きなんですよね。なんかカバンに入ってるととってもテンションの上がるリップだなと思います。では続いてうちのトーストの方のカラーを塗っていこうと思います。このリップはこういう感じのちょっとブラウン味の強い感じのカラーになってるんですけど、これね私大好き、本当に可愛い。私のそもそもの好みとしてブラウン系のリップが好きだったりするので、こういうカラーが多くなっちゃうかもしれないんですけど、こんな感じですね。本当に可愛いの。これがなんかブラウン系のカラーではあるんですけど、こうやっぱツヤ感があることでいい感じにこのブラウンを柔らかくしてくれるっていうか、あんまりこうどぎつくなりすぎないので、普段つけないっていう方でもすごく使いやすいカラーかなって思うし、まあブラウンリップっていうとどうしても秋冬のイメージが強いかなっていうふうにも思うんですが、このリップはそういったまあ透け感というかこうツヤっとしたリップなので、夏でも春でもオールシーズン使いやすい感じのカラーのリップかなと思います。まあこのリップもさっきのルマンドと結構似た感じのタイプかなというふうに思うので、やっぱりこうカラーの持ちという面でいくとあんまり良くはないかなという気はします。ティントっていうふうに書いてあるんですけど、このティントはなんかいわゆるティントリップっていうわけではなく、本当に色がついたっていう意味のティントっていうネーミングだと思うので、色持ちがいいとか唇に色がついてくれるって意味ではないので、これも何度か塗り直しが必要になってくるかなと思います。でさっきのロマンドのリップと比べてこっちの方がちょっとテクスチャーは重ためかなと思います。なので保湿力的に言うと、まあ、こっちの方があるかなっていう感じ。だからあんまりこう重たい感じのテクスチャーが好きじゃないっていう方はこのリップはちょっと合わないかなっていう気はします。では続いてのリップがじゃじゃん、こちらのリップでございます。スックのコンフォートリップフルイドグローの08番ツヤアマっていうカラーなんですけど、このリップもめっちゃ可愛くて私大好きなんですけど、このリップこれも、まあ、ツヤ系ではあるんですが、まあ、さっきのよりはもう少し発色メインな感じっていうか、ちゃんと色がついてくれてプラスアルファちょっとツヤっとするかなっていう感じのリップなんですが、これもアプリケーター式のこういう感じのリップなんですけど、もうこの色めっちゃ可愛くないですか。割と私が持ってる中では本当にベージュ味が一番強いかも。しっかりベージュだなっていう感じ、あんまり赤みっぽい色はなく塗っていきます。このね、わかる塗り心地、これは本当に
最高です、このリップ。もう可愛すぎる、これどうしたらいい、本当に可愛いの。これ前あげた Get Ready With Me でも使ってたんですけど、さっきのやつのリップと比べるとやっぱり結構発色メインな感じで、ちゃんと色はついてくれるんだけれども、しっかりベージュで、ありがとうございます。可愛いです。チェックなのでお値段は少し張ってしまうかなというふうには思うんですが、その価値があるぐらい本当に激推しリップです。上品なんですよね、すごく。こういうブラウン系のリップって、なんだろう、いかつくなっちゃったりとか、ギャルっぽくなってしまったりとか、そういう心配ももしかしたらある方もいるかなと思うんですけど、本当に上品な絶妙なカラーで、ツヤ感も本当綺麗で、なんて言ったらいいんだろうな、なんかバターを塗ってる感じって言ったらいいのかな、発色の仕方がとっても綺麗なんですよね。とっても溶ける感じで発色してくれるっていうか、チョコレートを溶かした感じって言ったら一番近いかな。なんかそういう感じで、本当に、本当に本当に綺麗な発色の仕方で、とっても大好きです。モチーはやっぱり、ツヤ系っていうのもあって、あんまりめっちゃいいなっていう感じではないんですけど、表面のね、このツヤがなくなったとしても、こう軽く色は残ってくれるので、めっちゃこれ、落ちるの早っていう感じはしないかな。ツヤはなくなるけど、でもまあ色はちょっと保ってくれてっていう感じなので、血色感がなくなるみたいなことはそこまでないかなと思います。ただやっぱ残っていくので色が、だからちょっと最初塗ったカラーと比べると、何度も塗り重ねていくと若干色は変わっちゃうかなっていう気はするんですけど、まあまあでもそれもそれでなんか楽しめたらいいかなっていう風にも思ったりするので、はい、とにかくツヤもありつつな、ベージュリップ探してる方マジで買ってみてください。本当におすすめ。では続いてのリップが、じゃじゃん、こちらのリップでございます。ネイミングっていう韓国のブランドのリップなんですけど、 UE グラスリップティントの03番でございます。これもね、私最近すごいつけることが多いリップで、結構最近のお気に入りという感じなんですが、こんな感じの色味です。割と明るめのカラーというかで、まあ、ピンクかな、ピンク系のリップなんですけど、このリップは名前の通りティントリップになっているので、そう、結構色持ちがいいんですよ。そこも私的にはすごく好きなポイントなんですけど、で発色もしっかり良くて、ちょっとこれも塗りますね。こういう感じ。このリップもどちらかというとツヤ系のタイプかなと思うんですが、このね、色合いが私大好きで、わかります？本当にもう、なんだろう、かわいいピンクって感じの色。語彙力がなくて申し訳ないですが、キュートピンクです、もうこれは。香りはちょっとマンゴーっぽい感じの、割とトロピカルな香りがします。このリップも本当デイリーに使いやすい感じで、しっかりと今日は血色感出したいな、でもなんか濃いリップの気分ではないなっていう時に結構使います。でさっきも言ってた通り、本当にこれは色持ちがとってもいいなっていう風に感じていて、でこのツヤ感も割と残ってくれる気がします。さすがに今このつけたての状態をしっかりキープしてくれるかって言われたらそうではないけど、でもなんかツヤ感割と長時間続いてるなとかっていう感覚はあったので、このリップ結構その使用感的にもおすすめなリップです。ここ数年私はツヤ系のリップも結構つけることが増えて、昔は本当にもうなんかザ・マットみたいな、リップはマットでしょみたいな、グロスなんてもうベタベタしちゃうしね、すぐ落ちるし、なんかつけないっていう派だったんですけど、最近はこういったツヤ系もやっぱ女性らしくって、なんかすごく惹かれる口元になる気がするので、魅力的じゃないですか、やっぱこうツヤってしてる感じが。動いた時とかね、なんか喋ってる時とかがすごくこういったツヤ系のリップ可愛いなと思うんですけど、これもお気に入りのツヤリップに仲間入りしました。最近結構な頻度で使ってるかも。これよりはプルント感は劣るかもしれないけど、でもしっかりチュルッとはなるので、ぜひ見てみてください。では続いてのリップがですね、じゃん、こちら MAC のラスターガラスリップスティックの Like I Was Saying っていうカラーになります。こんな感じのカラーになってまして、これはまあリップスティックと呼ばれる形状かなのリップなんですが、これも超可愛くて、まあ、私がねほんと好きそうなカラーじゃないですか。さっきから多分わかるように、このねなんかちょっとベージュっぽい感じっていうか、ブラウン系のリップ、これはね、あの日焼け肌メイクの動画を出したと思うんですけど、前にそこでも使っていたリップで、まあ、日焼け肌の方にも合うし、全然肌が明るめの方とかにも合うリップだなと思うんですけど、本当に使いやすいカラーなんですが、これもちょっと塗ってみます。こんな感じ、もう可愛くないですか。
はい、こんな感じで塗れました。どうです、可愛くないですか、このカラーも。このラスターガラスリップっていうちょっとなんかツヤ系、まあ、マットではなくややツヤの出る感じのリップなんですけど、今まで紹介してきたツヤ系のリップよりはグロス感っていうツヤではなく、リップスティックでのツヤ感のあるリップかなと思うんですけど、このリップは私的には今日リップどうしようかなとか、お洋服がちょっと今日リップ選びそうな感じだなっていう時とかに結構つけることが多いですね。本当にいい意味で選ばない、メイクの色味だったりとかもそこまで選ばないかなって個人的には思うし、お洋服もどんなお洋服でもどんなシチュエーションでも合いそうな感じの本当に万能なカラーのリップだなと思うので、まあ、そういう時につけることが多いかなと思います。前の日焼け肌メイクの動画内ではこのさっき紹介したロードのねトーストのリップを上から重ねたりとかしてたんですけど、この組み合わせもめちゃくちゃ可愛いのでとてもおすすめなんですが、マジで万能に使えるリップなので、なんかプレゼントとかにも個人的にはいいんじゃないかなって思うカラーですね。ちなみに、まあ、マックのリップ限定ってわけではないかもしれないんですけど、あのマックから出てるリップスタジがあるんですけど、プレッププライムリップっていう、それをつけると本当にもう最強です。めちゃくちゃ落ちにくくなるので、よりこう色持ちを良くしたいっていう方はそれとセットで使うのもおすすめです。では続いてのリップがじゃん、こちらのナーズのエクスプリシットリップスティックの800番でございます。このリップは前のナーズのパーティーにご招待いただいた時にいただいたリップなんですけど、すごい可愛いカラーで、これ新しいリップスティックですごいたくさんのカラーがあったんですけど、その中から私はこのカラーを選びました。どんなカラーかというとですね、こんなような色味です。はい、もう私の大好きなブラウン系のリップなんですが、見た目的にはこのさっきのスックのリップとちょっと色味的には似てるかなと思います。かわいい。結構ね、このリップは、まあ、この色味がではあるんですけど、とてもヌーディーなカラーなので、なんかそこまで色がこうしっかり出るっていうわけではないんですけど、逆にこのカラーが私的にはとてもツボで好きなカラーです。このリップは塗り心地も本当に良くって、軽い感じのリップで。で、あとナーズは個人的にどのアイテムも、ファンデーションだったりとかこういうリップだったりとかも、結構こう色持ちがいいイメージがあるので、そこも私はナーズのコスメの好きなポイントなんですけど、このリップも結構色持ちはいいかなって思います。割とパッケージはちょっとね大きめで、やや重量もあるはあるんですけど、逆にこのどっしり感というかしっかりした感じはプレゼントとかにもすごく向いてるかなって思います。こういうベージュ系のカラーってどうしてもやっぱり好き嫌いが分かれるカラーだと思うので、なかなかねあんまり出してるブランドさんとかも少ないかなと思うんですけど、その中でしっかりとこういう本当に好きな人には好きだろうなっていう、私は好きなんですけど、とってもこのベージュカラーがあるのはすごく嬉しくて、これもちょっと今回紹介しようかなと思いました。ベージュ系のリップ探してる方はぜひ見てみてください。可愛いです。では続きまして、じゃじゃん、こちら MAC のパウダーキスリキッドリップカラーのフェロッシュっていうカラーでございます。これもねめっちゃ可愛いんです。まあ今まで紹介したようなリップは、まあ、割となんかシュナタン好きそうだなみたいな同じような系統っていうかのカラーだったかなと思うんですけど、これはねちょっと一味違います。めっちゃ可愛い。これもちょっとつけますね。なんかもう本当にさすがマックさんだなっていう感じの色なんですけど、はい、もう可愛いでしょうこの時点で。まあもうこのパッケージの時点で可愛いの伝わるか。塗ってもめっちゃ可愛くて、であとやっぱり私はこのパウダーキスリップシリーズの塗り心地が本当にもう最高で大好きです。超なんかスムースって感じの塗り心地、唇を合わせた時もうなんかもう唇の凹凸どこ行ったみたいな、本当にねスルスルなんですよ。本当に塗り心地が良くて大好きなんですが、はい、こんな感じです。めちゃくちゃ可愛くないですか、このリップ。やばくない？わかります？この紫感、なかなかやっぱり他では見かけられないようなとっても個性派な
感じのカラーかなと思うんですけど、ときめく、本当に可愛いの、マジで。まあやっぱり紫っていうとこうちょっとさ、血色が悪いというか、寒い時とか紫の唇になっちゃう人とかもいると思うんですけど、なんかそういうイメージがあるので、やっぱり血色感とか顔色を良くするっていう意味では、まあ、向いてないリップかもしれないんですけど、それが可愛いそれが可愛いんですよね、こういうリップって。ほんと自由にメイクを、自分が好きな色、自分がつけたい色をつけてるっていう、このちょっと個性派な感じっていうかのリップで、最高なんですね、このマインドから何から。そう、このリップは私最近黒髪にしたので、その影響からかつけることが増えたリップなんですけど、ヴィラン感というか魔女感、悪者感みたいなダークな感じが本当に個人的にはツボで、色だけではなく本当に塗り心地もいいですし、マックさんなので色持ちもいいですし、私昔からマック本当大好きでよく使っているんですけど、なんだろう、マインド、本当に自由に自分が好きなものをつけるっていうマインドがすごいやっぱ伝わってくるので、一つ一つの製品からすごく大好きなんですけど、ありがとうございますって感じで、メイク楽しめますっていう感じですね。これもぜひちょっと見てみてください、超可愛いです。はい、では続いてでラストなんですけど、ラストのリップがじゃじゃーん、こちらのメイベリンのスーパーステイビニールインクの120番でございます。どうだろう、まあわかんないけど、私はこのメイベリンのスーパーステイシリーズをよくつけているので、多分あ、シュナタンといえばって思ってくれる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、そう、そのスーパーステイシリーズのビニールインクっていうツヤタイプと呼ばれてるものなんですけど、私はこの120番のカラーが本当に大好きでして、もう超可愛いので、これはちょっとさすがにお気に入りリップ動画では紹介したいなと思って、今回はこちらを入れました。ちなみにこのリップはこうやって先にシェイクしてから塗るリップです。なのでこれは忘れずにお願いします。じゃあ塗っていきます。開けるとこんな感じの色味ですね。うん、可愛いの、これが本当にもう安定っていう感じですね。最高です、安定に可愛いです。こんな感じどうですか、まあ、一番ちょっと色味が赤っぽさが強いかなと思います、私が今回紹介したリップの中では。でパッケージで見るとまあ割とブラウン味の強い感じの色なのかなって思うかもしれないんですけど、実際つけてみるとそこまでなんかブラウンすぎるわけでもなく、パッケージとの色味の差はこんな感じです。で、私個人的にはこのメイベリンのスーパーステイミニューインクシリーズは他のカラーも持ってたりするんですけど、割とパッケージの色味通りの発色感は個人的にはあんまり感じてなくて、どれも若干ちょっと色が違った感じで発色されるかなっていう風に思っているので、ちょっとそこは一個注意点かなという風には思うんですが、まあ、さっきも言ったようにツヤのねタイプっていうものではあるんですけど、ツヤっていうツヤは、もう少し合ってくれたら本当は嬉しいかなっていう気はするんですが、ビニールインクじゃなくてマットインクの方もまあ有名で多分使ったことある方も多いと思うんですけど、やっぱそれに比べると保湿力とか乾燥のしにくさっていう面でいくとこっちの方がやっぱり優れているなって個人的には思うので、なんかそういう目的で私はこっちのビニールインクをよく使います。結構マットインクの方はね本当にもうマットで、乾燥を気になっちゃう方は本当に気になると思うので、なんか逆にだからツヤタイプだからちょっとなって思ってた方とかはそこまでツヤ感というツヤ感は感じない気がするので、個人の意見ですけど、ぜひ一回ちょっと試してみてほしいなって思います。このリップのいいところはとにかく落ちない、もう本当に落ちないと言ってもいいかも落ちづらいと言わなきゃいけないかもしれませんが、本当に落ちないですね。何回か私も言ったことあるかもしれないんですけど、いわゆる多分油性っていうか、水とかではもう全然びくともしない落ちないよっていうタイプのリップかなと思うので、っていう面でいくとやっぱ油性っていう表現が一番個人的には近いかなと思うんですけど、ってなってくるとやっぱり脂っこいものだったりとかを食べるとちょっとまあ落ちは気になりやすいですね。だから 100%
食べ物食べて落ちないかって言われたらそうではないけど、でもやっぱり私いろいろ今までリップたくさん使ってきたけど、中でもこのリップは本当にトップレベルで落ちづらいリップだなって思います。クレンジングのタイプによっても落ちづらいが結構あるかなと思うので、私はこのリップを使うときは絶対、日頃から私はそうだったりはするんですけど、どんなメイクの時でもオイルタイプだったりとかのものを使うと割とすぐ落ちてくれるので、メイク落としでも落ちなくて困ってるっていう方もしいれば、そういうオイル系のクレンジングとかで試してみてほしいなと思います。はい、っていう感じです。はい、ということでこんな感じで以上私の最近のお気に入りリップたちでございました。まあ、相変わらず私はちょっとこういうなんていうんだろうな、ブラウンがかったような感じっていうか、くすみ系のリップが好きだったりするので、まあ、少し偏ったカラー展開にはなっちゃったかなと思うんですけれども、本当に一つ一つそれぞれ個性があって、もう全部本当に違うカラーなので、逆に言えばまあこの微妙な色合いとかをちょっと参考にしてくれたら嬉しいなっていうふうにも思います。本当に私はもうリップがやっぱり一番多いというぐらいいろんなリップを持っていて試してきたんですが、その中でも私のお気に入りのリップということで自信を持っておすすめしたいリップたちなので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。